大勘助子は、室町時代の女性。室町幕府の有力幕臣である、大立持久の娘で、八大将軍、足利義政の側室となる。交渉元年1月に義政との間に娘を産んだ。大立氏の出身であったが、同族で牽制を強めた今三局とは、縁が遠かったため、今三局が失脚した際に連座を受けた以外は、 日の富子に排除されることもなく住んでいる。遠徳2年に、吉政が死去すると、提発して、二となり、災員と号した。吉政との間に生まれた娘も提発して、二となっている。老いの直しの子孫が爆心として続いた。一大局の名も資料に見え、助子局と呼ばれたもので、助子は、のではなく、後足利義春に仕えた、三淵春院の姉が、助子局を名乗っており、 他にもいたと思われる。なお、スケコ局は、足利将軍に近似した大立出身の女性の名乗りであるとする説もあり、この説によればハレインの姉も、大立常教京の幼女であったとされる。また、将軍家の若子の乗り越しに出家して、清光院と名乗っていた、ハレインの姉と一緒に同情、追行していた女性の一人に、おスケコと呼ばれる、少常郎がいたとする記事もあり、 こちらは、大館常卿の人娘で後に、足利義春の側室になった女性と推定されている。また、三浦博之などは、三古都市、三古と読むこともある。ありがとうございます。